ちは。今回はこちらメインヨリート、これはねホームセンターで購入して、こちらはセリアで購入したミルフィムソックヤン、これはね引き揃えてネット編みでエコバッグ作っていたら可愛いかなと思って、まあよくね麻紐と段染めをこうやって合わせてたんですね。これもそうなんですけど、これはソックヤンと麻紐、めっちゃ可愛いですよね。まあ、こういうのねバッグでいっぱい作ってたんですね。だからねこれ麻紐っぽいなと思って、でネット編みにするにはねこの麻紐は結構太いかなと思って、でまあこう畳みたいって思った時に細いのを探してたんですよね。こんなん売ってるんだと思って、これがねサイズシャープ6の 250m 入ってますね。これはカインズホームで購入しました。まあ、1ついくらだったかなと思って調べてみたら750円ぐらい、まあそれぐらいでした。でこちらがセリアで購入してるミルフィムソックヤン、入れてないカラーナンバー5番、アクリル 100%、 35g、 105m 入ってます。でかぎ針が4号から5号ですね。でこういうのこれを使っていきます。まあ麻紐と組み合わせても可愛いかなと思うんですけどね、なんかオパール系統でよくやってるんですね麻紐と。まあ麻紐バッグの再生リストも作ってるのでよかったら見てみてください。これをねこの上をカットしてパンって外して、あこれでね切ったらダメだと思うんですけど、これでカットしようかな。これでまあこう外側を麻紐の時みたいな感じでカットしようかなと思いますね。こうハサミを入れて、この方がね使いやすいと思うんで、こうしてでポンって取っといて、まあ中心から取れるんでこういう風にね編んでいきます。でこちらは中側取ってるのかな、中から取って引き揃えて編んでいきます。はい、こんな感じで引き揃えて編んでいきます。めっちゃド派手な感じ真っ赤と巻き木と青、同じ糸でずっとつながってですね、これが面白いですよね。ちょっと7号で編んでいこうかなと思います。で輪を作って始めていきます。輪を作ってで輪の中にこう立ち上がりを1つして、この中は取っときましょうか、取っといて、で輪の中に細編み1つで始めます。でここから鎖編みを1、2、3、4、5でこの輪の中に針を入れて引き抜きをしようと思います。で立ち上がりじゃないわ、鎖編み1、2、3、4、5で輪の中に引き抜き、これでねずっと編んでいこうと思います。2、3、4、5鎖編みをして輪の中に引き抜き、あと全部で6個したいんですね。あと2つ同じように輪を作っていきます。はい、こんな感じでめっちゃ可愛い1、2、3、4、5 5個しかしてないんですけど、あと6個一番最後だけ違う感じなので、鎖編みを2つして糸をかけて最初の細編みの頭に針を入れてつなげるんですけど、まあ、2つした状態でこの紐を中心でこうグッと締めます。締めてで糸をかけて最初の細編みの頭、ここに針を入れて、で3本一度に引き抜いて中長編みで終わります。これで1段目できました。1、2、3、4、5、6 6個で、ここの中長編みの頭にマーカーをして始めていくと分かりやすいかなと思います。で次の段も1、2、3、4、5でして、次の穴のところに針を入れて引き抜き、1、2、3、4、5して
穴の中に針を入れて引き抜き、これで最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでまた 1,2,3,4,5 編んできて、一番最後は鎖編みを2つで糸をかけて、このマーカー入っている中長編みの頭、ここに針を入れて、で3本かかった状態で一度に引き抜いて中長編み、それで2段目できました。でここからちょっと広げていこうかなと思ってるんですね。それでまたここから、広げたいので、この1つのところに2つずつこの輪を作っていきます。この5は一緒ですね。数えながらこの2つずつ入れていきながらってちょっと難しくなるかもしれないんですけど、5を編んで、で輪の中に引き抜きで1,2,3,4,5、めっちゃ可愛い。でこの穴の中に引き抜き、これでね2つ入ってるっていうことで、この同じところに細編みみたいな感じで、引き抜きですね。これが2つ入ってると2つ入れたなっていうことで一目でわかると思うんで、で 1,2,3,4,5 して、この穴の中に引き抜き 1,2,3,4,5 で穴の中に引き抜き、こんな感じで同じところに2つずつして最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで1周編んできました。でここに2つ、同じところに2つ、2つ、全部2つ入れてきてますね。こういう風にここも2つ入ってる、でここも2つ入れたところで次の最後のところにも2つ入れます。 1,2,3,4,5 1つ目入れます。で引き抜きして、でここの一番最後でまた鎖編みを2つして、糸をかけてこのマーカーが入っているところ、ここに針を入れて中長編みでつなげます。これで3本一度に引き抜きます。でまた中長編みの頭にマーカーをして始めていきます。こんな感じにずっと進めていきますね。で今この6編んで、次は増し目なしで編みました。で今増し目して、で次の段は増し目なし、増し目、増し目なしっていう感じで交互に増し目なしを挟んでいこうと思います。なのでこのいつもの2段目の増やし方を今したんですけど、次は増し目なしで、その次の増し目するところでは3段目のいつもの円の増やし方、そんな感じでずっと編んでいこうと思ってですね、3段目4段目っていう感じで間に増し目なし挟むだけって感じです。レシピを、どれだけ増やしたかっていうのをレシピで載せておこうかなと思っています。これでねずっと次は増し目なしで編んでいきます。4,5でこの鎖編みはずっとこの5で編んでいきます。今回は3,4,5で輪の中に針を入れて引き抜き、こんな感じ進めていきます。ではずっと底を編んでいきます。はい、こんな感じで編んできてました。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 段編んできてます。でその間に増し目なしで編んでるので、一番最後は増し目、これ2つ入ってるんで増し目、こういうところを見ときますね。増し目で1,2,3で増し目、1,2,3一つずつこの輪を作って増し目の段で終わってます。でここで側面編んでいこうかなと思います。なので底はどれぐらいかっていうのを測って進めていきます。だいたい19センチぐらいですね。それを7号で編んだ場合っていう感じです。何か参考にしていただければと思います。で鎖編みを2で終わって、糸をかけて前段の中長編みの頭に針を入れて、で3本一度に引き抜きます。でマーカーを入れる癖ないんですけど、またマーカーをつけて進めていきますね。
ずっと忘れちゃうんですよね私。ここからはね、セットをこの輪に対して一つずつ輪を作っていきます。それで、まあここはもう動かさないで、その側面何段なんだかっていうのをお伝えして進めていこうと思います。また5の鎖編みはずっと一緒ですね。まあここからは飾えなくていいので、まあここまではね結構時間かかるかもしれないです。鎖編みを5を数えながら、この目数も増やしながらとか、まあこれも慣れてくると思うんですけど、こんな感じで、まあ、これもねだいぶ伸びるんで、まあ、結構ね大きなものになるんじゃないかなと思うんですよね。ここから側面はできます。はい、こんな感じで編んできていて、でこちらのミルフィミソックヤン、まだ言えてないミルフィムソックヤン、こちらがなくなったのでつなげていこうかなと思っていて、まあ今回もね編み目がガバッと開いてるんで、マジックノートのつなげ方でつなげていこうと思います。でこの糸は避けといて、でつなげていきたい糸をこういう風に置いておきます。ここからつながってます。で今からつなげる糸を、新たな糸をこう下に置いて、右が切れてる方で、下にある切れてる糸を上に乗せます。黄色のところに乗せます。でこの糸を下に2回くぐらせます。こうしてこの糸もくぐらせます。でこのバーが作れてるんで、上から下にこういうふうに通して結びます。で反対は反対のことしていきます。上からこう下に来るので、下にこう通して、で下に通したら次上に持っていくときは2本を上でまたぎます。でこの糸を輪が作れてるところ下から上に通します。これで結んで、でこうやって切れてない方を引っ張ります。グッと、でここでもう一回ねで締めておきます。グッと締めて、グッと寄せて、でこの切れてる方の糸、あ、間違えないように切れてる方の糸をギリギリでカットします。こうしてでつなげていきます。このまま編んでいきます。まあ編み方はずっと同じなので、これでまあここまでで終わろうと思ったんですけど、もうちょっと深さいるかなと思って、まあ、ちなみに一玉でどこまで編めたかお伝えしようかなと思いますね。こうやってこういう風にさーっと立ち上がりが斜めになっていきますね。ここのマーカーが入っているところは増し目してないんですよね。うん、あ、増し目してるところだ。ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16段編んできています。これぐらい編めてますね。何か参考にしていただければと思います。めっちゃ可愛いですね。このまま進めていきます。はい、こんな感じで編んできてたんですけど、まあ、今ちなみに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 で18段目今編もうとしてたんですけど、まあね両端と中心2箇所、全部で4箇所縮めていこうかなと思います。まあちょっとねこのまあそんなにもね広がった感じで使う時ならないと思うんですけど、ちょっとねこうやって狭まっていくのも可愛いかなと思って、でマーカーでね一応だいたい印をつけようかなと思って、まあ、両端とまあだいたいですよね。こうやってマーカーつけて、まあこれも好みになると思うんですけど、まあだいたい真ん中のところマーカーつけて、こういう風にでこの4箇所で狭めていこうと思います。で狭めるのもねどうしようかなと思ったんですけど、今ちなみに中長編みで1つの段終わっていて、で鎖編み1つ2,3,4,5 ってして、でここで狭めていこうと思うんですね。でここに1つ輪を作っていてたんですけど、こうしてこのまんまもう一回こうやって入れて2つを1つにして、こんな感じでここで1つになったと思うんですね。なのでこれ狭まってるので、これで編んでいこうかなと思います。で鎖編み1234
5して、まあ、この辺はずっと同じ感じなんで、ここも2目1つこのマーカーつけてるところ、まあ、全部同じようにして、他は全部1つずつ入れていこうかなと思います。感じ進めていきます。はい、こういう風に狭めてきて、まあ、ここで終わりにしようかなと思います。で、あと持ち手をつけていきます。一番最後はちょっと閉じますね。鎖編みを2つして糸をかけて、この中長編み、前段の中長編みの頭に針を入れて、で中長編みで、もマーカーを入れて印をつけてるんですけど、まあ、どうやってつけたかっていうと、まあ、全部この輪っかを飾りましたね、一周。そしたら今回は26あったんですね。で、まあ、あのいつも通り2分割して、で13、13にして、片方の13をまた3分割しました。そしたら4、5、4になって、割り切れないのを真ん中に持ってきて、で5、まあ、このマーカーとマーカーの間、マーカーは数えないですね、その間1、2、3、4、5っていう感じでこう空いてる状態になってます。で、このマーカーのところは入れるっていうことで、まあ、自分の中で印をつけて、でこういう風にしてみたらいい感じだったので、このままつけていこうかなと思います。で、ここも、まあ、細編みでずっと仕上げてもいいと思うんですけど、このネット編みでこのままでいこうかなと思います。この状態で、まあ、ここの中長編みのとこまた入れていきますね。で、ここから鎖編み1、2、3、4、5して、この穴の中に今回は4なので4この輪を作っていきます。3、4、5、2個目、1、2、3、4、5、3個目、1、2、3、4、5、4個目、このマーカーがついているところまで入れて、まあ、いつも通り鎖編みで持ち手を作っていこうかなと思います。鎖編みを1、2、3、4、5っていう感じで、好みの長さまで鎖編み編んでいきます。はい、こんな感じで今回は66目鎖編み編んできました。また肩からかけれる感じの長さで決めました。で、なんで66目かっていうと、まあ、3の倍数で、まあ、同じようにモクモクしたら可愛いかなと思って可愛くなりそうですよね。なので、まあ、その目数をちょっと読み間違えてたりとかして、一目二目は変わるかもしれないですけど、まあ、このモクモクさせていこうかなと思って、で66目編んだら、こういう風にね、マーカーも入れてるので、ここに引き抜きでいつも通りつけていきます。で、1、2、3、4、5で次のところ、まあ、こういうところはいつも通り普通にこうもくもくさせていって、3、4、5、こんな感じで、次のマーカーが入っているところまでつけて、ここから鎖編みで66目、今回は決めたので編んで、でまたこのマーカーは飾りなくて見なくて、その間1、2、3、4、5空いてるので、同じように開けてるので、またこのマーカーがついてるところに鎖編みをつけて、でモクモクさせて、最後は同じように、ここまでと同じように最後は終わります。ここまで編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで編んできて、一番最後同じように鎖編みを2つして、糸をかけて、このマーカーが入ってる前段の中長編みの頭、ここに針を入れて、あれやかけて、中長編みの頭に中長編みで、またマーカーしていきますね。で、次の段持ち手、まあこのままね終わってもめちゃくちゃ可愛いんですよね。私的にはめっちゃ好みなんですけど、まあちょっとモクモクしたいなと思ってどうなるかなと思って、でまた鎖編みを1、2、3、4、5、まあここで終わると思うんですよね。まあ、今回は引き抜きなしで、このままふわっと仕上げた方が可愛いかなと思うので、ふわっと仕上げようかなって今のところは思ってます。こういう風に、あの持ち手のキワまで同じように編んでいきます。はい、持ち手のキワまで編んできました。
ここからですよね問題を。でも2つ飛ばしてここに入れたらいい感じになると思うんですよね。1,2,3,4,5で鎖編み1,2,3個目の取りやすいところを取っていこうかなと思います。で引き抜きにしようと思いますね。このままどうかな、まだわからない1,2,3,4,5して、で今入っているところのその次から 1,2,3 個目ここに針を入れて引き抜き、どうだろうな、 1,2,3,4,5 で 1,2,3 個目のところに引き抜き、これでちょっと編んでみようかなと思います。はい、こんな感じなんできて、まあ、めっちゃ可愛いね無一段やってもいいと思うし、この中ももしかしたらやったら可愛いかなと思うんですけど、ちょっとね控えめにこれぐらいにしとこうかなと思ってめっちゃ可愛いですよね。なんか普通のもうなんか真っ白の T シャツ着ててもこれだけ持ってたらすごいあのおしゃれに見えるなっていうバッグ可愛すぎることになりましたね。まあ私らしくない感じ、糸をかけて、まあ、中長編みの頭に針を入れて、まあこの可愛すぎる感じも可愛いですよね。でここで、まあ、ブラーンってなってるので鎖編みを一つしてグッと締めて終わりにしようかなと思います。なんか飛んだな。で引き抜いて、まあここまでブラーンってこうあのなんていうかな、動くので、まあ、糸始末をして留めようかなと思います。まあここまで、あの2本同時に糸始末してもいいと思うんですけど、まあ、ちょっとしっかり留めるために1本ずつ糸始末しようかなと思います。こういう風にグッと止まるかなっていうところに糸を落として、まあ何回かねここで止めておいてグッと、でまあこちら裏なので裏に糸始末をしていきます。あ、すごいなんか見てて元気のなる、元気が出るような色ですね。これは可愛いですね。でまたこの糸で引き揃えたことですごい丈夫になったかなと思います。これはね結構重たいものも入れれるんじゃないかなと思いますね。毛糸だけで編んでもねめちゃくちゃ可愛いんですけど、あのこういう引き揃えも可愛いですよね。麻紐でね本当はこのネット編みしたいんですけど、まあ重さもね結構出るし、まあ、そういう意味ではね今回の糸ではちょっと重たさはなくなったかなと思いますね。まあネット編みもしてたんですけど、やっぱ重たいんですよね麻紐でネット編みすると。まあ大きさにもよるんですけど、まあこんな感じで、まあ、麻紐もねだいぶ去年やって、まあ20個買ってたんですよ。注文受けたりとかしてたんで、でやっとなくなりましたねほとんど。まああと3玉ぐらい、それでもだいぶあるんですけどね、まあ、一巻きがすごいんで、それでまあねその麻紐が今回に使えないかなっていうぐらい糸いっぱい持ってるんで、あの北原さんの糸とかもね結構今回買ったんですよあのめちゃくちゃいいなと思って、なのでねその糸とかも使いたいし、まあ、めっちゃ可愛い糸がねたくさんあるんで迷いますよね使う糸も。こんな感じでこっちもねまた別のとこ通ったりとかして、こうやって糸始末しようかなと思いますね。こうやって何回かねこうやって出てきたらこう返し、出てきたら返しでこうやって糸始末していきます。でこうやって最初も残してるんで、ここも糸始末こう分けてしようかなと思いますね。まあ、全部糸始末していきます。はい、こんな感じで糸始末をしてきて裏返して表に返してきましたね。ここでサイズ測っとこうかなと思います。あ、めちゃくちゃ可愛いでねまあ今回ねこの深さをあんまり編んでないっていうのも、まあ、結構伸びるんでこのネット編みって、まあなのでちょっと
そんなに長くは編んでないですね。それでも十分物は入りかなと思います。ちょっと今伸ばしたかもしれないんですけど、ペタンとした状態でこの中心で28センチぐらいですね。で、横幅はね、こう伸びたり縮んだり、まあ自然な状態かなっていうところで測っていきます。まあ、大体31センチぐらいですね。もう可愛すぎる。これでね、持ち手もね、ちょっと伸ばしたりして測るかもしれないんで、まあ大体なんですけど、この中から測っていこうと思います。もうね、すでに見えてないんですけど、まあ、ちょっと長めに作ってますね。大体まあ、ちょっと伸ばしてるかもしれないですね。39センチぐらいです。で、幅っていうかな、1.5 センチぐらいですね。何か参考にしていただければと思います。まあ、持ち手もね、いろんな色が入って可愛すぎましたね。こんな感じで、またこのモクモクさせていきたいなと思います。今回がめっちゃ可愛かったんで、で、ここで終わりにしてもいいと思うんですけど、まあ、やっぱりね、エコバッグ畳めた方が使いやすいって、まあ、何回か作って思ったんで、まあ、そういうのもいっぱい作ってるんですけど、まあ、今回はね、この底をね、絞って、まあ、この中に全部入れれたらいいなと思って、こういう風にね、イメージ的にはこんな感じでこうやって巾着みたいにしたらいいかなと思って、で、大体ね、これぐらいで収まるかなっていうところで、まあ、マーカーつけときますよね。この辺で絞れるかなと思って、まあ、これは微調整で、まあ、これで収まらなかったらもう一段上げてみたいな感じで決めていくと思うんですけど、これでね、ちょっとこのマーカーが入ってるところ、ここに紐を通していこうかなと思っています。で、紐もね、まあ、この2本取りで編んでたんで2本取りで編んでもいいと思うんですけど、まあ、この何回も開け閉めしたことで、ここがね、この擦れて、まあ、今回この紐を引き揃えて編んでるので、ここに入ってるからあんまり良くないかなと思うので、これ1本で編んでいこうかなと思ってます。まあ、十分だと思うんですよね。で、私はこういう風に両方で引っ張ってする巾着が好きなので、まあ、2本作っていきます。で、かぎ針も7号、あ、そうですね、7号でいいと思うんですよね。7号で鎖編みでいつものように作っていこうと思います。こういう風にして、まあ、鎖編みですよね。こういう風にグッと締めて、ここから鎖編みを1,2,3,4,5っていう感じで、まあ、ゆったり編んでいこうかなと思います。これで何目しましたってお伝えして進めていきます。はい、鎖編みを今回は100目編んできました。で、この状態で糸をカットして、で、シュッと抜いてグッと2本作ってますね。で、この紐を通していこうと思います。まあ、ちょっと通してみて、まあ、収まらなかったらだんだんこう上げていってにしようかなと思います。で、ここ真ん中についてるんですけど、やっぱりいつもの巾着ポーチみたいに、まあ、この前にビローンってこの結び目がつくのも、まあ、可愛いと思うんですけどね。まあ、そういうのもいいですね。あ、どうしようかな。でも両端にしようかなと思うんですよね。うん、なので、まあ、大体の端、ここからこう、まあ、ごちゃごちゃしてるから見にくいんですけど、ここですよね。ここの柱を境にして、で、ここから入って、まあ、ここから出てくるみたいなところで帰ってきたらいいなと思って、まあ、ちょっと通してみますね。で、1本通してみて、まあ、収まりを見て、いけたら2本目通すっていう感じにしようかなと思いますね。まあ、2本通してから収まらないとかあったらちょっとあれなので、こんな感じで交互にね、ずっと通していきます。引っ掛けないようにして、まあ、大体この下のところをずっと見ていくと同じ段を取っていくと思うんで、こうやって、まあね、色がいろいろで入ってるからチカチカするんですけど、まあ、ゆっくりこう
首に取っていきますね。ずっと最後まで通していきます。はい、こういう感じで迷いながら通してきましたね。ちょっと結果的に一段上がった感じなんですけど、ここで一回ね収めてみます。これがいけるかもしれないんで、まあ、できるだけねちっちゃく収めたいんで、まあ、この一段下に下げれるようであれば下げたいんですけど、で紐の長さはねこのギリギリにしました。あんまりベローンってねこう出ててもかっこ悪いかなと思ったので、まあ、ここも好みになりますよね。ここかな。これで、まあ、ちょっと軽く結んどきますね。結んどいて、まあ、後でほどける程度に。でここで、まあ、中に全部、まあ、ぐしゃっと入れたいんですよね。入れたいっていうか、まあ、畳んでっていうのはねこう1回1回大変だと思うんで、これだとねもうぐしゃっといけるん で、まあ、こういう風にしながら収める感じですね。まあ、余裕がありそうですね。どうやろう、まあ、余裕があるのがいいかな。あんまりぎっしりしても、まあ、シワとかにはならないと思うんですけど、どうかな。一本でも可愛いですよね、こんな可愛い。もうちょっと下に下げたいなとか思うんですけど、どうかな。もう一段下げてみようかなと思いますね。ちょっと通し直してみます。はい、こんな感じで通してきました。でちょっとね入れてみたらいい感じあって、まあ、さっきはちなみにここに通ってましたね。まあちょっとした差なんですけど、まあもうちょっとちっちゃくなったような気がして、まあいいかなと思って。でちなみにどこに紐を入れてるかっていうと、まあここ増し目のその次、側面1段目増し目なしで編んでるところ、1、2、3、4段目のところに入れてますね。何か参考になればと思います。なのでもう一本同じように入れていこうかなと思いますね。まあ、入れ方はさっきと同じなんですけど、まあ、この1本の場合はさっきと同じようにしていただいて、まあ、1本で仕上げてもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと入れてみると、まあ、1本でも十分可愛いんですよね。こうやって入れながらで絞りながら入れていくみたいな。可愛いですよね、このまたフォルムが可愛い。グッとね締めて、まあ、結構ねこうやって止まってくれるんで、まあ1本でもいいし、まあ、止まらなかったらここになんかウッドビーズとかつけても可愛いと思うし、まあ、止まるんでこのまましようかなと思って、まあもう一つね穴つけたいんでこの逆を通していきますね。もうちょっときつくしてもよかったかな次はね逆っていうのはこの空いてる方がこう塞がる感じですね。まあ、ここの説明がいつも難しいんですけど、なんとなく伝わったらいいなと思って、で紐を通すところはね同じですね。ここ同じところを通っていきます。まあ、さっきよりはねこう引っ掛けやすくなってると思うんで、まあ、引っ掛けないように同じように通していきます。で向こう側こうやって引っ掛かってるところが今度開くっていうことですね。で伝わればいいんですけど、こんな感じで、で大体端に来たなっていうところでこちらを端に決めて、こちらの端が決まったらこっちの逆の端も決まるので、これでねどの辺かなって見つけていきますね。でこの端の辺でこういうところを探します。まあ、ここでいいと思うんですよね。ここでこの端かなって決めた時に大体こっちも合ってるんで、なのでここでね引き抜きます。こっちはかかってるので次は開けますね。でこちらはまたこうかけて、で同じところを通っていく感じです。こんな、はい、いい感じですね。これで次はこうかけます。同じところを通って最後まで糸を通していきます。はい、こんな感じで最後まで通してきて、
本目がかかっているので次は開けるかですね。開けて、で結び目と結び目を結んで、でいつものように巾着の紐をぐっと結んだら、もう反対側の結び目と合わせて、まあ、別にね糸の長さは間違っててもいいと思うんですけど、まあ、大体一緒でいつもカットしますね。カットして出来上がり、マーカー取って出来上がり、はい、ですね。でもねこのリボンをつけて、まあ、あえてリボンで結んでもいいですよね。でもこうやって見えてるんで、あのこの見えたくないって場合は使う時だけこうやって裏に使ってもいいと思うし、こんな感じで、まあこっちの方が目立たないと思うんですよね、結び目がないんで。こんな感じでめっちゃ可愛くなりました。ここもねあえて黒とか紐を描いても可愛いと思うんですよね。ちょっとポイントになって、でこの紐の編み方も違うようにしても可愛いと思うし、まあこれを見られていろいろまたあると思うんで、自分好みの感じで仕上げてみてください。ちょっとね一番最後に巾着して終わりにしようと思います。こうやってねぐしゃっと入れてもまとまるんで、こんな感じで押しごま合わせながら入れながらギュッ、かわいいですねこんな感じ。私はねこう両方で結びたいっていうのはこう結びたいんですよね。こうやって結んで、なんかリボンだと女の子らしいかなと思って、こんな感じでひょいってどっかにかけておいても可愛いですね。バッグの中にこういうのがあっても可愛いと思うし、ぜひいろいろ色を変えて編んでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。あ、ちょっとねこのサイズ測っとこうかな。一応これは測って意味があるかわからないんですけど、まあ、だいたい14センチ、まあ畳み方にもよるかもしれないですけど16センチ、まあこの厚みだいたいどれぐらいかな、8センチぐらい、何か参考になればと思います。